まずはどうぞお越しくださいました。今回はですね、とても大事な用事があるのでちょっと来てもらったんですけれども、はい、ですね、まず聞いてもらいたいのが、はい、まずは、はい、4200というこの数字、なんだかわかりますか？ 4200? すみません、ちょっと危なかったですね。失礼が、いいだろうですね。4200 4200という数字、この数字、なんだかわかりますか？あ、今までの走行距離、もっと言ってるはずだよ。あ、そうなの？もっと言ってるはずだよ。4200か。うん。わかった。買った。なんすか？新しく買ったゲームのカセットの値段。違いますね。じゃあ、教えますよ。はい。4200という数字は、まあ、単位で言うと4200回。回？回です。これで大体わかったかと思いますけれども、もう教えるね。うん。今回、はい、まあ、てか先週までアップロードし続けていた感情の旅の北海道新幹線編、あ、函館冬の陣、そうそうそうです、それが合計の再生回数です。まあ4200という数字はですね、まあ確かに多くはない数字ですけども、まあ見てくださった方本当にありがとうございます。ただだよ、その間にちょっとアップロードしていた厳美新幹線にいたわけに、おー、厳美新幹線やってたね。だから2つ動画上げたんだよ。はい。で、その2つの動画合わせると1万2000回です。つまり3分の1ですね。わーそのなんていうの、鉄道単体の動画に負けてるんですよ、鉄道旅行機が。おー、電車とか新幹線だけよりも人が映ってる方が動画の再生回数が少ないと。そういうこと。で、しかも普通にゾンと。そうそう。で、しかも旅行機ってさ、1本あたり大体15分くらいで作ってるんだよね。そうですね。だから15分ってね、15分の動画作るのにね、大体俺3時間か4時間くらいかけてるんだよ。おお。でも鉄道動画っていうのははっきり言っちまえば10分くらいでできちゃうんだよ。おお。もう余力が違うんだよね、労力が違うんだよ。おお。どうすればいいですか？というわけで、ではまず、最初に、うん、僕たちが話し合う前に、うん、客観的な、客観的な意見として、ディレクターの方に、仙台撮り鉄弟くん、ねえねえ、どうすればいいと思う？ねえねえ、どうすればいいと思う？大きくなったね。大きくなりました。成長したね。で、何がいいと思う？なんだろうね。まず話聞いてた？うん、聞いてた。聞いてた。あれでしょ、人の映ってる方が再生回数が少ないんでしょ。そうです。僕たちが結構頑張ってる方なんだが、いや、なんでもない。だからこいつ使えねえ。尺の無駄だったね。そうだったな。まあ、多分視聴者の皆様は多分うすうす気がついてたと思うよ。多分ね、ああ、これ鉄道動画の方が再生回数も多いし、鉄道動画の方面白いなって思ってたのかも。うすうすってか、見えちゃうもんね。見えてたね。見えてたね。あとさ、思ったんだけどさ、この前電話でも話したけど、あれだよね、感情の旅ってなんだ？感情の旅ってさ、確かにさ、動画の題名に感情の旅っていうのは別に、なんつうんだろう、いいんだけれども、感情の旅って YouTube で検索するか、普通。そうだね、予測変換でも思う方の感情がすぐ出て、こっちの方の感情出るよね。そうそう、大変だった。そうだよね、感情に料金して乗るって、そう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 、なかなか出てこないもんね。なかなか出てこないんだよ。でも感情の旅っていうタイトル自体はまあ、すごくいいと思うんだよ、ね、思うんだけど、ただ動画のタイトルにそのままつけるのはどうかって思うんだよ。そうだね、動画のタイトルを変えた方がいいかもしれない、ね、そうなんだよ。だから一つ一つ、動画のタイトルを変えるべきなのか、
てか有名なさ YouTuber の人方々ってたまにさ旅されるけどさ、どんな風につけてんの？例えば教えてくれない？君よく見てるじゃん。あ、弟くん。どういう風に見てんの？どういう風に？そう、鉄道関係をアップロードしてる有名な人では、うん、いるんだ、やっぱり。いるよ。あの、こう見てる人たちが、乗ったことないような。乗ったことないような、うん、やったことないような、うん。俺たちだってそうだよ。そうだよね。まず北海道新幹線なんてあの時はさ、誰も乗ったことなかったと思うよ。まあ、ほとんどの人、日本全国のほとんどの人が乗ったことはなかったんだろうね。たださ、俺、ミスったんだけどさ。どうしたの？北海道新幹線って確かにあの時は誰も乗ったことがなかった、うん、3月下旬の時は、うん、でも実際北海道新幹線がそのシリーズに登場したのは6月あたり7月か7月にやっと登場しました。北海道新幹線、それまで何が出てたかというと五能線だったり、五港線だったりさ、俺たち乗ってたじゃないか。ああ、乗ってたね。ちょうど4、5月その時だったんだよ。ああ。お互い、バカですね。バカですね。だから、最初北海道新幹線を3月に上げるべきだったんだよ、これ。そうすればもっと再生回数は上がったと思うんだ。じゃあこれ、人が映ってる映ってない、関係ないんじゃない？結論トリテチさん、なんすか、ちゃんと言った通り土曜の夜にあげてよ不定期だっていうのも問題だと思うよ。いや、まだしょうがないよ、だって忙しいもん。君だってわかるだろ、大学生になったら不定期だっていうのもどうかと思うな。ちゃんと確かに定期的にあげるっていうのも確かに。この前、日曜日に旅行機あげて、月曜日にゲーム実況あげて、なんかめちゃくちゃなスケジュールだったな。確かに。まあ、でもさ、なんとなく気づけたよね。もうちょっと面白いことしようって。そうだね。うん。出演する側も面白いことどんどんしていかないと。そうだね。うん。頑張って。いや。